パシック川はフィリピンマニラ首都圏を流れる河川。フィリピン最大の湖であるバエコから西に流れ、太平洋のマニラ湾に注いでいる。延長距離は 27km であり、マニラを含めたマニラ首都圏を北と南に分断している。主な支流にはマリキナ川やサンフラン川がある。パシック川はフィリピンの主要河川の一つであり、マニラ湾やバエコと共に、 マニラ首都圏で最も重要な自然水系を形成している。パシック側は、潮の干満の差を受ける漢字を加工であり、水流の方向は、バエコとマニラ湾の水位の差に依存している。寒気には、バエコの水位が低く、水流の方向は、潮の干満に応じて変化する。雨季には、バエコの水位が高く、水流の方向は、マニラ湾に向かう。 スペイン統治時代のマニラにおいてパシック川は重要な輸送ルートかつ水源として使用された。人間の奔放な生活や工業発展などでひどく汚染され、生態学者は生物が生命を維持することができない死に川であると考えている。河川の再生に向けた努力を監督するためにパシック川再生委員会が設立され、 クリーングリーン財団などの民間組織によって支援されている。1990年代にはパシックニペソーキャンペーンが貼られた。水源のバエコとマニラ首都圏、クリップバエコ、パシック川、川口のマニラアンフィリピン最大の湖である。バエコからマニラ湾に向けてパシック川はルソン島南部の腰4町を 27km に渡って流れている。バエコから流れ出た水は リサール州、タイタイシティとマニラシト県、タギックシティの間を流れ、その後、パシックシティに入る。マリキナ川とパシック川本流の合流点までの部分は、ナピンダン川やナピンダン水道として知られている。パシック川と名を変えてからは、タギック川との合流点までパシックシティを流れ、マンダルー4シティとマカティシティの境界を形成する。その後、パシック川は北東に大きく、 向きを変え、マンダルー四式とマニラの境界を形成する。再び西向きに流れを変え、もう一つの大きな支流であるサンフアン川と合流する。上流部と中流部は割と直線的であるが、下流部では蛇行しながら、マニラ市街地を抜ける。本流すべてと支流の大半は、マニラ首都圏に含まれる。あやら橋のたもとにあるコンバレスセンシア島はこの河川、唯一の島であり、 サンホセ病院が立地している。大きな支流も含めて19の流れが直接パシック川に流れ込む。バエコから流れ出るもう一つの河川にタギフク川があり、パテロスシティとマカティシティの自治体境となっている。マリキナ川はパシック川に2つある主要な支流の内規模の大きな方であり、マニラ首都圏の北東にあるリサール山地から南流し、 マリキナダニを切り開いた。サンフアン川は、ケソンシティが位置する大地の水を集め、リリマンクリークと共にパシック川に注いでいる。マニラ市街地内では、様々な水路が十字に行き交っており、北側の水は、タラハン川に、南側の水は、パラニャケ川に集まる。1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 パシック川に架か,かる橋の位置、パシック川には全部で19の橋が架けられている。最もバイコに近い橋は、ナピンダン橋であり、次が、アルセニオ・ヒメネス橋である。パシック川のナピンダン水道と交差するのがバンバン、橋である。2015年2月には、ブティン・スミラン橋が、ブティン地区とパシックシティのスミラン地区をつないだ。C-5 号線橋は、 マカティシティとパシクシティをつないでいる。マニラ首都県の主要な高速道路であるエピファニオでロスサントス通りはグアダルーペ橋でマカティシティからマンダルーヨンシティに至っている。ロックウェル橋とマカティマンダルーヨン、バウンダリー橋もグアダルーペ橋同様にこの2都市を結んでいる。マニラ市内に入って初めての橋はサンターナ地区のランビンガン橋である。次は パンガ館地区とサンタメサ地区を結ぶサモラ神父橋であり、この橋の上をフィリピン国鉄の南線が走っている。マビニ橋には C-2 号線の一部であるナガターン通りが走っている。フィリピン最古の公共であるアヤラ橋にはアヤラ大通りが走っており、両岸と中洲のコンバレセンシア島をつなぐ役割も果たしている。さらに下流には、 キアポ地区とエルミタ地区を結ぶケソン橋、セントラルターミナル駅とカリエド駅を結ぶ LRT-1 号線橋、サンタクルス地区とエルミタ地区を結ぶマッカーサー橋、ビノンド地区とエルミタ地区を結ぶジョーンズ橋などがある。もっとも、河口のマニラ湾に近い橋は、トンド地区とポートエリア地区を結ぶ、ロハース橋である。に沿って、マニラが成長したことで、パシック側は、開発や、 歴史的行事の中心地となった。パシック河畔最大のランドマークは川口近くの南岸に位置するイントラムロス城壁地区である。市壁に囲まれたこの地区は16世紀にスペイン植民地政府によって建設された。さらに上流にはパシック川唯一の島であるコンバレセンシア島に建てられたサンホセ病院がある。北岸にはフィリピン大統領の皇帝である。 マラカニャン宮殿も建っている。パシック川の北岸とマニラのサンタメサ地区には、フィリピン工科大学のメインキャンパスがある。マカティシティでは、パシック川の南岸に沿って、聖穴競馬場、ロックウェル商業センター、高級オフィス、パワープラントモールを含む商業エリアなどがある。パシック川とマリキナ川の合流点には、ナピンダン水力制御施設があり、 ナピンダム水路からの水の流れを調節している。河しには不法占拠者のバラックが約1万2000件も築かれており、約2000家族が水上家屋、または橋の下で暮らしている。人間の居住に不適なこの状況は、彼ら自身に加えて河川を通行する船舶をも危険にさらしている。これらのバラックは衛生施設を有しておらず、 排泄物は直接河川に投棄される。ゴミや排泄物を投棄し続けることで、川底の低下が進行し、洪水地には河岸に住む、住宅地に汚染された水が流れ込む。パシック川の主な流域は、マニラ湾とバエコの間の平地に集まっている。マリキナ川水系の流域は、マリキナ断層線によって形成されたマリキナダニの大部分を占めている。 マングガーン放水路は雨季に起こるマリキナダニの洪水現象を目的として人工的に建設された水路であり他の河川が排水できない山水をバエコに排出しているパシック川は潮の緩満の差を受ける漢字を河川である6月から12月の雨季にはバエコから魚類がパシック川に流入する洪水地には河川の溶解酸素量が増加し 水生活動の可能性が増す。3月から5月の寒気には水量が少なくなり、バエコの汚染の増加や塩分濃度の上昇が引き起こされ、流れが停滞して事実上死の川となる。満潮の時間帯にはバエコの水位はマニラ湾以下に達することがあり、その場合にはマニラ湾からバエコに海水が逆流する。パシック川は豪雨によって起こる洪水に対して脆弱であり、 洪水の水は、マリキナ川流域を主要な源としている。マングガーン放水路は、洪水の水をマリキナ川からバエコに向けて排水するために建設され、一時的な貯水池として機能している。マングガーン放水路は、約2400平方メートル秒の水流を処理することが可能に設計され、実際には約2000平方メートル秒を処理している。 1983年には、パシック川とバエコの間の水流を管理することで、放水路を保管するために、マリキナ川とナピンダン水路の合流点に、ナピンダン水力制御システムが建設された。1899年のパシック川汚染が進んだ、パシック川パシック川は、マニラの交易と商業の中心地を流れている。パシック河岸では何、世紀にもわたって、フィリピン人、 スペイン人、中国人、アメリカ人など異なる民族が混従していた。マニラ首都圏はパシック側がしに発展し、スペインの植民地、アメリカの植民地、日本の占領下を経験し、フィリピン社会やフィリピン文化の創出、腐敗、再生を見てきた。16世紀中頃にフィリピンがスペインの植民地となる前から、パシック側は国際交易にとって、 重要なポイントだった。歴史的に上流部の集落はパシック川とバエコに大きく依存する漁村であり、下流部の集落は上流部より早く都市化して、他地方、他国の商人がやってきた。10世紀から16世紀にかけて、ナマヤン王国、前にラ王国、トンド王国などフィリピンの歴史の中で著名な王国のいくつかがパシック川の下半で発展した。 1571年には、スペイン人がマニラシティを築き、マニラを極東全体の首都に定めた。スペイン人は、パシック側、川口近くの南側にイントラムロスの城壁都市を建設した。第二次世界大戦後、大規模な人口の増加、インフラ建設、マニラ郊外への経済活動の分散などがパシック側に対する軽視を引き起こした。貧困に悩む、 農村部からマニラ首都圏に人口が流入し、その多くが貸しのバラックに住み着いた。1950年にはフィリピン国会が土地利用や汚染に関する条項を含んだ民法を制定したが、この法律は戦後のマニラの劇的な都市化には無力だった。マニラ首都圏の工業化や都市化が引き起こした人口流入によってパシック川は巨大な下水道を化かした。 川もには湯膜が浮かび、不快な匂いが発生し、水の色は濁り、浮遊物や排泄物が流れた。重金属、殺虫剤、硝酸塩、リン酸塩などが溶け込み、水質を悪化させて、河川の生態系を狂わせた。工業化によってパシック川は深刻な汚染状態となった。バイコからの魚類の回遊が減少したことで、1930年代には、 すでに河川の汚染に気づいていた者も,もいた。1960年代には、河岸の住民が河川の水を洗濯に使用しなくなり、渡し船の輸送量が減少した。1970年代までには、不快な匂いを発するようになり、1980年代には、パシック川での漁業が禁止された。1990年代までには、生物学的に死に川となった。 1986年の洪水では、マニラ首都圏全体が水に浸り、一部の地域では浸水量が2.1メートルもの高さに達したが、これは古い排水設備と目詰まりが原因だった。第二次世界大戦後に深刻な汚染状態となる前、パシック川には魚類25種と植物13種が生息していたが、今日では、 巨類六種と植物二種が残っているのみである。パシック川再生のための努力は1970年代にも行われたことがあった。1973年にはパシック川の保全、美化改善に関する先駆的な法律が制定され、パシック川開発の活動を監督するパシック川開発委員会が設置された。1975年に、 マニラ首都圏知事に就任したイメルダ・マルコスは、香港のアバディーン地区のように遊カジノやレストランなどを建設し、ベネツィアのようにゴンドラを運行させて観光客を誘致する計画を立てた。岸壁は塗装されて、川岸には木が植えられたが、すぐにこの計画は立ち消えとなった。1991年にはフィリピン環境、天然資源省がデンマーク国際開発庁から、 資金援助を、デンマークのコンサルタント会社である、カールブロインターナショナル社から技術的支援を得て、汚染の度合いや状況の調査を行った。この調査によると、パシック側の汚染の45%は、産業汚染であり、流域に位置する2000以上の工場のうち315、工場が主要な汚染源、特に繊維業と食品製造業が最大の汚染源であるとされた。 また、パシック側の流域には440万人が住んでいるが、排水を処理する下水道システムの影響下にある住民はわずか12%、残りの88%が出す廃棄物は未処理のままパシック側に流れ込んでいることが分かった。政府機関である首都圏水道、下水道システムは、資金不足により身動きが取れず、また、下水道管理よりも、 水道供給に高い優先度を与えなければならない状況だった。調査後にはフィリピン環境、天然資源省使用機関、デンマーク国際開発援助を調整機関としてパシック川再生プログラムが立案された。1999年にはパシック川再生プログラムに代わってパシック川再生委員会を新たな活動組織とする政令が施行され、 廃棄物や不法占拠者の強制移動の管理など、機関の権限が拡張された。2010年、テレビ局の ABS-CBN とパシック川、再生委員会は、パシック川のために走るというチャリティマラソンを開始し、毎年10月にこのイベントが開催されている。パシック川で運行されている渡し船パシック、側フェリーの船内河川環境の汚染の進行により、 1960年代にはパシック川で運行される渡し船が減少した。1990年にはある民間企業がマグサイ再船の運行を開始し、マカティシティのグアダルーペチックとマニラのエスコルタ通りの約1 5トルを結んだ。フェリーは水面に漂う見苦しいゴミの中を走行せねばならず、乗客は悪臭に悩まされた。さらには深刻な財政難に陥り、 運行開始からわずか1年後の1991年には運行を終了した。1996年には30艇の総動線を用いて1990年とは異なる民間企業がスタークラフトフェリーの運行を開始した。現在運行されているパシック側フェリーと同タイプの船を用いており、エアコン付き30座席の船を30艇有していた。 ゴミや悪臭などの問題は解決しておらず、1997年には営業を中止した。2007年2月14日には民間企業の SCC 船舶交通サービスによって、総動線を用いたパシュック川フェリーという水上バスの営業が開始され、クロリア・アロヨ大統領によって運行開始が宣言された。この水上バスは、 パシックシティのパナグヴアタン地区とマニラのイントラムロス城壁地区を結んでいる。150人を収容できる水上バス10艇が使用されており、船内は空調が完備され、音楽、テレビ、トイレなども装備されている。当初は乗客数が伸び悩んだが、石油価格の高騰などで他の交通機関からの転換が進んだ。2008年7月以降には、 毎週15%ずつ乗客数が増加し、運行頻度を高めるために、さらなる船舶の購入が検討された。ゴミや悪臭の問題は、かつてほどひどくはなかった。2011年2月には営業が停止されたものの、2014年4月28日には営業が再開された。ありがとうございます。